こんにちは、永田です。今回はまつげパーマをしていこうと思います。まだね、若干カール感は残ってるんですけど、だんだんこうカール感がまばらになってきたりとか、短かった毛が伸びてきて変なカール感になっちゃったりとかしてきてるので、それを直すために今回まつげパーマを自分でしていこうと思います。ちょっとね、こういう動画は初めてなので見にくくなっちゃったらすみません。今ね、ベースメイクと眉毛だけ変えてる状態なので、ここから進めていこうと思います。やばい、ちょっと肌のあらが目立ちそうで嫌なんですけど、この辺ちょっと赤いのはご了承ください。で、私が買ったのはこういうちょっともう汚くなっちゃってるんですけど、なんだけど、このクリーム、パーマ液、パーマクリームが1剤と2剤が入ってて、で、まつげをロッドにくっつけるためのこういうのりがついてて、あとそれを整える櫛みたいな役目をしてくれるこういうのが2本、こういうのが2本とロッドが3種類とガーゼとグルーの薄め液が入ってるものになります。でもかなりコスパはいいんじゃないかなと思います。で、これで実際にできます。私は一番大きいサイズのロッド、 L サイズ、 SML の3つのサイズがあって、私は L サイズを使っていこうと思います。で、これでね、まずロッドをまぶたに貼っていくんですけど、それがね結構難しくて、もうまつげを巻き込まないようにロッドをまぶたに貼り付けていきます。で、ロッドにグルーをつけて、これは私的にしっかりロッドがまぶたにくっついた方がいいので、しっかり塗ります。まつげを巻き込まないようにロッドをまぶたに貼っていきます。めちゃくちゃまつげ巻き込んでるので、この櫛でまつげを取り出します。はい、こんな感じでロッドをまぶたに貼れたら、またグルーをこのロッドに塗って、まつげをこうペタペタっとロッドに貼り付けていきます。この作業を失敗すると、その形にまつげにカールがかかっちゃうので、ここはすごくすごく丁寧にやります。はい、こんな感じでロッドにまつげを貼り付けられたら、一剤のクリームを私はこの根元に、根元ギリギリに塗せていきます。カール感の好みが、私的には根元が上がるようにカールをつけるのが好きなので、根元につけていきます。最初のうちはね、綿棒でやってたんですけど、綿棒でやると綿棒自体がちょっと太くて、ベビー綿棒もしくはこのまつげを貼り付けてたこの爪楊枝みたいなやつで塗る方が私は効率がいいなと思ってます。はい、こんな感じ、本当に根元に塗りました。でも目に入っちゃったらかなり危ないので、そこは自己判断でお願いします。ではこれで15分置いていきます。やばくない？両目今パーマの一剤を塗った状態です。本当に私は根元にだけ塗るようにしてます。どっちかっていうと、やっぱりこっちの方がまつげが長くてたくさん生えてるので、こっちをまつげ美容液で頑張って伸ばしていこうと思います。やばくない？この状況やばくない？はい、ではこっちの目が15分経ったので、この一剤を綿棒で取っていきます。はい、こんな感じで取りました。そしたらまた2剤を塗っていきます。2剤も1剤と似たような感じで普通のクリーム状になってるので、私はまつげをロッドにくっつける時の棒でまた2剤を塗っていきます。これも1剤と同じようにまつげの際の方にのせていきます。で、1剤を取った時にまつげがロッドから剥がれちゃったりしたら、グルーでまつげをロッドにくっつけます。私は今回まつげ取れなかったので、グルーは使わずにそのまま2剤をのせてます。
はい、こんな感じで荷材も塗れたので、また15分置いていきます。はい、じゃあこっち荷材を塗って15分経ったので取っていきます。これもまた綿棒でクリームを取っていきます。はい、こんな感じでクリームが取れたので、水を含ませたコットンでまつげを上から押さえていきます。そうすると少しずつグルーが溶け落ちていくので、こうまぶたをね押さえます。まぶたについてるグルーもこうやってやってると落ちるので、ここは焦らずゆっくりやっていきます。ここでね焦っちゃうとまつげが抜けたりしそうな気がするので、私は慎重にやってます。水を含ませたコットンとか、コットンじゃないや、綿棒とかで細かくやるのもいいかもしれない。縁にねコットンを沿わせてまぶたからロットを剥がしていきます。グルーを拭き取るみたいなイメージかな。一応ねグルーとかがまぶたについてたので赤くなっちゃってるんですけど、カールの感じはこんな感じです。すごい綺麗にかかってて大成功した感じがしますね。どうかな、結構今回丁寧にやったしうまくいった気がします。毛先にまでつけちゃうとこうまつげがねこう入り込みすぎちゃったりするので、根元にだけ塗るように意識してカールをつけたらめっちゃいい感じになりました。はい、両目完了しました。こっちの目もいい感じにカールがかかってますね。なんだろう、こうまつげが内側に入り込みすぎず根元からしっかり上がってますっていう感じのまつげに両目なりました。こんな感じでもやっぱり毎回毎回うまくいくわけじゃないので、何度かチャレンジして自分の目にはこういうカール感が合ってるんだなとかいろいろ試していくのがいいかなと思います。はい、こんな感じで私が最近よくやっているまつげパーマの方法と私のまつげのカール感のご紹介でした。セルフでまつげパーマをするのってすごく勇気がいることだと思うんですけど、少しでも皆さんの一歩を踏み出すきっかけになれたら嬉しいです。私のねカール感もよかったらぜひ参考にしてみてください。セルフじゃなかったとしてもこうまつげパーマのサロンに行くときとかに根元だけカールさせてくださいとかお願いするのもありかなと思います。はい、では今回も最後まで見てくださってありがとうございました。終始すっぴんで目の周りめっちゃくすんでるし赤みが出ちゃってて申し訳ないんですが、皆さんの参考になれてたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。永田でした。今回のまつげ今までで一番成功しました。